本村信子君。本村君。はい、日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。今日は新型コロナウイルス感染症の問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。亡くなられた方々に心からの哀悼の意を申し上げたいというふうに思います。また罹患をされた方々に心からお見舞いを申し上げたいと思います。また日々奮闘をこの問題で奮闘されている方々に心からの敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。で、今日は障害を持った子どもたちが通う、放課後等デイサービスの問題についてまずご質問させていただきたいんですけれども、放課後等デイサービス、これは非常に重要な役割を果たしていただいているというふうに思っております。その重要性についてご答弁をいただきたいのと、この重要なですね、放課後等デイサービスがこの新型コロナウイルスの問題で倒産やあるいは廃業に追い込まれてはならないということで、まずそのことをご答弁いただきたいというふうに思います。厚生労働省橋本社会援護局障害保険福祉部長。放課後等デイサービスでございますが、これは障害のある子どもたちの健全な育成を図り、また発達の保障する観点からも大変重要なサービスでございます。放課後等デイサービスガイドラインというのはございますが、この中でこの放課後等デイサービスの基本的な役割として、子どもの最善の利益の保障、それから専門的な知識経験に基づき支援するなど共生社会の実現に向けた広報支援、そして3つ目といたしまして、子育ての悩み等に対する相談などの保護者支援、こういったことが盛り込まれているところでございます。この度の学校の一斉臨時休業にあたりまして、子どもの居場所の確保のために放課後等デイサービスの事業所には長時間の解消ということをお願いしているところでございます。私どもとしても厚労省としても人員、施設、設備、運営基準等について、柔軟な取り扱いを可能とするという取り扱いをしているところでございまして、いろいろ厳しい状況の中でご苦労をおかけしているわけでございますけれども、関係者の方々には何とぞご理解をいただきながら、子どもたちのためにご努力をいただきたいというふうに考えております。本村君。非常に重要な役割を果たしていただいている放課後等デイサービスなんですけれども、私愛知県内のある自治体の、医療的なケアが必要な重症心身障害児のデイサービスをやってみえる方からお話を伺いました。で、新型コロナウイルス感染症の問題で突然の休校要請、この影響でキャンセルが相次いでいると、重度の、子どもたちですから親御さんが心配をされて、万が一何かあってはいけないということでキャンセルが相次いでいるということでございます。で、しかしキャンセルが相次ぎますと事業所としては収入が激減をして、これが続けば事業所を閉めなければならないのではないかということで大変心配をされておられました。で、医療的ケアが必要な子どもさんの支援ですので、看護師さんや理学療法士の有資格の方々がいらっしゃるということで、そのためにも人件費がかかる事業所ということになってまいります。で、今回の新型コロナウイルス対策で、キャンセルが相次いだ場合でも厚労省の方からですね、訪問事業を行った場合は通常通りの報酬の対象になるというようなことなんですけれども、そもそも重度、重症心身障害児の子たちはですね、児童デイとは別に別の事業所で訪問看護ですとか訪問入浴サービスですとか、こういうものを受けております。ですから訪問事業はニーズがないということで事業所としては判断をされております。で、この自治体の中ではこの重症の心身障害児のデイサービスの中でも本当に中心的な役割を果たしていただいている事業所で、そこがなくなってしまえば本当に子どもたちも親御さんも困ってしまうということになってしまいます。で、新型コロナウイルスのこの対応で突然の休校要請、キャンセルで急遽の段取りということで、本当に寝る暇もなく
奮闘されている方々でございます。で、地域で果たしてきた役割が果たせなくなることがないように、しなければいけないというふうに思っております。で、訪問事業はできない場合でも電話とか、電話はいいんだというふうに聞いているんですけれども、メールとか LINE とか、こういうもので支援をした場合でも報酬の対象にするなど、ぜひしていただきたいというふうに思います。医療的ケアが必要な重症心身障害児のデイサービスが維持できるように、潰れることがないように支援をするべきだというふうに思いますけれども、答弁お願いしたいと思います。橋本社会援護局障害保険福祉部長。今委員ご指摘の点につきましては、2月20日に出しました事務連絡の中で、明示しているところでございますが、都道府県等からの休業要請を受けて休業した場合ですとか、あるいは職員児童が新型コロナウイルスに感染する恐れがあるため、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないというふうに市町村が判断する場合ですとか、あるいはこれは2月28日の事務連絡のよりさらに明確化した点でございますが、児童が新型コロナウイルスに感染することを恐れて事業所を欠席した場合、こういった場合等におきましては、児童の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして報酬を算定する、こういった特例的な取り扱いを認めたところでございます。で、この取り扱いでございますが、必ずしも訪問と電話連絡の両方を要件とするものではございませんで、居宅への訪問あるいは音声通話、スカイプ等によりまして、児童の特性に合わせて提供されることが望ましいというふうに考えております。なお、通常サービスと同等のサービスを提供するという観点からのものでございますので、保護者や本人への支援として音声通話やスカイプにより、保護者や本人の声とか表情とかそういったものから思いを汲み取りながら必要な助言などを行うということを想定しております。したがいまして、聴覚障害者のように日頃からメールでコミュニケーションを取っているようなケースについてはメールの対応もあり得るかというふうには考えておりますが、原則としてメールのみでのサービス提供というものは想定しておりません。本村君。ぜひ検討をしていただきたいんですけれども、電話、メール、LINE、さまざまなやり方でコミュニケーションを取ったという場合にも報酬の対象とするという検討をしていただきたいんですけれども、ご答弁お願いしたいと思います。橋本障害保険福祉部長。先ほど現時点での私どもの考え方を申し上げたわけでございますが、いろいろ今後も現場からさまざまな問い合わせいただくと思いますので、そういったものを受けまして逐次また検討させていただければと考えています。本村君。絶対に潰すことがないように、この新型コロナウイルス対策で、困難になって潰れることがないように支援を講じていただきたいというふうに思います。で、次に名古屋市内の事業所のお話なんですけれども、ここの事業所はですね、重複の障害や発達障害の子どもさんを含め障害児のデイサービスをやっている事業所にお話を伺ってまいりました。で、私が伺ったのはちょうど名古屋市が休校になった日でございまして、その日も定員いっぱい子どもさんが来て見えました。さまざまな障害がある子どもさんが見えますので、マンツーマンで支援をする子どもさん、あるいは子どもさん2人に対して職員さん1人という支援をしておりまして、で、本当に元気な子どもたちの声が飛び交っていると。で、支援員の方々のご苦労もものすごく痛感をしてきたわけですけれども、厚生労働省からはですね、休校に伴って先ほども言われましたように長時間解消、衛生管理、こういう連絡が来たそうですけれども、学校よりも密集したところで感染は本当に大丈夫だろうかという心配が絶えない状況でございました。それは事業者さんがおっしゃっていることでございます。で、放課後等デイサービスの独自の新型コロナウイルスの感染
防止マニュアルというものはない中で、自分たちで大学の、衛生管理のマニュアルなどを探してですね、換気に気を配ったり、アルコールで定期的にあちこち消毒をしたり、体温を測ったり、本当にご努力をされておりました。そういう中で消毒液もなかなかもう高騰してしまって入手が難しいと、マスクも入手が難しいということで、このことについても対策を取っていただきたいんですけれども、まず新型コロナウイルス感染防止のためのマニュアルをですね、事業所に分かるように配布することや、あるいはホームページに掲載する、早急にやるべきだというふうに思いますけれども、答弁お願いしたいと思います。橋本障害保険福祉部長。今般の新型コロナウイルスへの対応にあたりまして、放課後等デイサービスを含め障害福祉サービスの事業者の皆様方に対しましては、基本的な感染症対策としまして、正しい手洗いですとか、あるいは消毒の方法などを示した、保育所における感染症対策ガイドライン、あるいは高齢者介護施設における感染対策マニュアルをご参照いただきたいと、そういう旨を関係団体や地方自治体に対して繰り返し周知をさせていただきました。すなわち、こういった基本的な感染症対策というものは、保育所であれ、高齢者施設であれ、障害施設であれ、同じということでございます。この放課後等デイサービス事業所におきまして、ガイドラインを参考に感染症に対する正しい知識に基づいて適切に対応いただくということは大変重要でございますので、これらのガイドラインやマニュアルにつきまして引き続き事業所への周知をしてまいりたいというふうに考えておりますし、私ども厚労省のホームページも今このコロナウイルス関係のものが非常にたくさん掲載されておりまして、なかなかどこを見ていいのかわからないというふうな声も聞きます。そういったことも踏まえまして、厚労省のホームページの中で障害福祉サービスの関係者がどこを見ればいいのかということをもう少しわかりやすくなるように、今ホームページの工夫を今作業している最中でございますので、これをできるだけ早くそのような形でお示しできるようにしたいと考えております。本村君。それで先ほども少しご答弁あったんですけれども、もし感染者が出てしまった場合ですね、事業所をしばらく閉鎖しなければならなくなってしまいます。そうしたときにですね、休業補償が出るのかどうなるのかということで大変心配をされておられました。障害のある子どもたちの放課後等デイサービスを潰してはいけませんから、当然休業補償というものがあるべきだというふうに思いますけれども、答弁お願いしたいと思います。橋本障害保険福祉部長。先ほど申し上げましたように、2月20日にお示ししました事務連絡の中で、都道府県からの要請を受けて休業する場合とか、あるいは職員、児童が新型コロナウイルスに関連する恐れがあるために、事業所での支援を避けることがやむを得ないというふうに市町村が認める場合などにおきまして、そこの事業所のところに集まるということではなくて、利用者の許諾や電話などで健康管理や相談支援を行えば通常の報酬に対処するという特例的な取り扱いをしております。で、この取り扱いにつきましては、主に重症心身障害児などを受け入れるような、そういった重度障害児を対象とする事業所であれ、それ以外の事業所であれ、障害福祉の事業所につきましては同様に適用されるものでございます。本村君。で、厚生労働省が3月3日付で放課後等デイサービス Q&A を出されているんですけれども、その6ページのところにですね、健康管理や相談支援と市町村が認めた同等のサービスを提供した場合には通常通りの利用者負担が発生するというふうに書かれております。で、デイサービスの事業所が、通えない利用者さんに電話などで対応した場合も、通っていない利用者さんが負担をしなければならないというのは、なかなか納得のいくものではないというふうに思うわけでございます。こういう場合はですね、キャンセルをした場合ですとか、休業しなければいけない時ですとか、そうした場合は利用者さんの負担がないように、その分は公費で負担をするということが必要だと思いますけれども、答弁お願いしたいと思います。橋本障害保険福祉部長。先ほど申し上げましたような、都道府県からの休業の要請、あるいは
などのケースにおきまして、利用者の許諾や電話などでの健康管理相談支援ということが、通常の報酬の対象になるということでございます。通常の報酬の対象になるということは、すなわちそれは必要なサービスを提供しているということが前提であり、したがってまた利用者の立場から見れば必要なサービスを受けているということが前提になるわけでございます。したがいまして、このような場合における利用者負担について、これを公費で補填するということは考えておりませんが、すでに放課後等デイサービスを利用する際の利用者負担につきましては、所得に応じて1月あたりの負担限度額というものを設定しておりまして、例えば市町村民税非課税世帯のような低所得世帯であれば無料でございます。こういったように所得に応じて経済的負担の軽減を図っているところでございます。電話等で健康管理や相談支援を行うことにより利用者負担が発生するという点につきましては、ぜひ保護者の方々に丁寧にご説明いただくとともにですね、放課後等デイサービスを使わないことで自宅で問題が生じていないか、そういったことにつきまして保護者や本人からのお話を丁寧に聞いていただいて必要に応じて助言するような、そういった対応を行っていただきたいと考えております。本村君。利用者負担をなくすということでぜひ検討していただきたいというふうに思います。で、根本的なところなんですけれども、放課後等デイサービス、そもそも長期休暇はですね、赤字になるそうでございます。ですから今回の原則解消の措置ではですね、赤字は必至だというふうにおっしゃられておりました。で、休業補償もそうなんですけれども、そもそも黒字でやっていけるようにですね、長期休暇も黒字でやっていけるようにですね、報酬上するべきじゃないかというふうに思いますけれども、ご答弁お願いしたいと思います。橋本障害保険福祉部長。この放課後等デイサービスにつきましての基本的な状況でございますが、障害児や障害者への福祉サービス全体の中で見ましたときに、放課後等デイサービスにおきましては大幅に利用者数や給付費が増加しております。またその一方で質の低い事業者も存在しているということもかねてから指摘されておりました。また平成29年経営実態調査の中で見ますと、障害福祉サービス全体の平均収支者率がプラスの 5.9% というのに比べまして、放課後等デイサービスで見ますと 10.9% と全体よりも高い状況でございました。こういった状況などを総合的に踏まえまして、平成30年度の障害福祉サービスと報酬改定の中では、支援内容の適正化ということと質の向上ということを目的といたしまして、一つは障害児の状態像を勘案した指標を設けまして、各事業所の利用者のうち基準に該当する子どもたちが占める割合に応じて報酬区分を設定する仕組みを導入する、これが一つでございます。二つ目といたしまして、合わせて児童指導員等を基準よりも多く配置した場合の加算の拡充など、手厚い支援を行っている事業所を評価することといたしました。令和3年4月に予定されております次の報酬改定に向けた議論が今後本格化してくるわけでございますけれども、この30年の報酬改定の中でもサービスの質を踏まえた報酬単価の設定ということが今後の課題として挙げられております。令和3年に予定している報酬改定にあたりましては、こういったことにかかります調査研究事業の成果ですとか、あるいは各団体からのヒアリングですとか、あるいは令和2年度に実施する経営実態調査の結果ですとか、さらには報酬改定検討チームでの議論、こういったものなどを踏まえまして、適切な報酬体系について今後十分議論してまいりたいと考えております。本村君。私が伺ったデイサービスはですね、お迎えに行って、もちろん特別支援学校にもお迎えに行ったりもするんですけれども、ご家庭にもお迎え、長期休暇の時もご自宅にお迎えに行って、そして重複の障害を持った方にはマンツーマンで支援をしなければならないなどですね、人的配置が配慮をされているというふうに私は思いましたので、やはりそういったところが長期休暇赤字になるというようなことは絶対にあってはならないというふうに思いますので、次期改定で検討するというふうにおっしゃられているんですけれども、ぜひ早急に、改善していただきたいというふうに思っております。で、適切なですね、人員配置ができるような報酬にしてほしいということを切に願っておられました。で、毎年、赤字か黒字か、本当にぎりぎりの経営ということで、今、そういう手厚い支援をしているデイサービスですけれども、赤字か黒字か、本当にぎりぎりというところで、
こういう手厚い支援をやっているあの事業者さんなどが集まっている、団体の方もある皆さんがいるんですけれども、障害のある子どもの放課後保障全国連絡会の皆様の調査では、報酬改定、この間の報酬改定で8割の事業所が減収となり、人件費の節約をするという事態になっております。で、人件費を節約するというふうになればですね、人が集まらないということになって、また悪循環になっていくわけでございます。で、厚生労働省で先ほどもあの調査の、結果を述べられたんですけれども、あのぜひともですね、この全国放課後連の皆様の声もあの聞いていただきたいというふうに思うんです。で、厚生労働省の調査も来るんだけれども、大きくない事業所っていうのは子どもたちの支援で手一杯で、あの人手がなくて調査に答えることもなかなか難しいというふうにあの聞いております。で、そういう中でですね、8割の事業者の方が減収だというふうになったり、あるいは事業所をもう辞めるという、事業所もあるそうでございます。こういう事態では子どもたち、あるいは保護者の皆さんが安心できなくなってしまうわけですから、ぜひとも、こうした、大規模で大きいところではない経営基盤が、十分とは言えない、それでもあの手厚い支援をしているというところについてもですね、しっかりと声を聞いていただきたいというふうに思います。報酬を引き下げるのはやめてほしいという声や、あの報酬は少なくとも改定前程度に引き上げてほしいというお声を、上げておられます。こうした声もちゃんと聞いていただけますねということを確認をさせていただきたいと思います。橋本障害保険福祉部長。先ほど平成29年刑事対調査の結果の数字を申し上げたわけでございますが、その後あの平成30年改定を挟んだ形で、令和元年、障害福祉サービス等経営概況調査というのを行っております。で、この中で見ますと、放課後等デイサービスについて見ると、平成29年度決算ではプラス 9.1% という状況でございましたが、平成30年度決算におきましてはプラス 11.0% ということになってございまして、平成29年度の決算よりも高い結果が出てございます。またこれは障害福祉サービス事業所全体の平均がプラス 3.9% であることを比べますと、大変これを大きく上回る結果というふうになってございます。もちろん、まあ、この結果に対する見方もさまざまでございましょうし、またこの結果をもって何かを決めるというふうなことではもちろんございませんけれども、経営概況調査の結果としてこのような数字が出ているということは事実として申し上げさせていただきたいと思います。その上で、まあ、令和3年の時期の改定に向けましては、現在パブリックコメント中である令和3年度からの障害福祉計画や障害児福祉計画のための基本指針というのはございますが、この中でさまざまな今後の課題というものが示されております。そういったものも踏まえながら、客観的具体的なエビデンスに基づき、また有識者や関係団体などの意見もお伺いしなければいけないと思いますし、障害者のニーズを把握していかなければなりません。また前回報酬改定の効果や影響などについての分析を踏まえて、令和2年度に行う経営実態調査により事業者の実態等をしっかりと把握した上で、まあ、持続可能で質の高いサービスが提供されるように、今後の検討を進めてまいりたいと考えております。本村君。今申し上げましたように、厚労省の調査と少し乖離があるというふうに思いますけれども、8割の事業所が減収という実態の調査があるわけでございまして、やはりきめ細かく声を聞いていただいて、小規模な、事業所中小規模な事業所であってもしっかりと経営できるようにですね、報酬を、改善していただきたいというふうに思います。障害のある子どもたち保護者の方々の支援の強化につながるように、国がしっかりと役割を果たすよう強く求め、次の質問に移らさせていただきます。で、次に病院 の、 コロナウイルス感染症の対応についてお伺いをしたいというふうに思います。で、名古屋市内のですね、大きな民間病院で入院患者の方に新型コロナウイルス感染が発覚をいたしました。で、そうしますと病院機能としましては、外来の診療の休止、救急車の受け入れも休止、
入院患者の方々への面会も当面禁止というふうに、病院機能が低下、麻痺をしてしまうという現状に、その病院、結構大きな病院ですけれども、なってしまっております。そういう意味では、地域で、バックアップ体制、医療の面でもバックアップ体制が本当に必要だということを痛感をしております。で、今、政府は公立公的病院のリストラを進めているわけですけれども、こういう施策はもってのほかだということを痛感をしております。で、名古屋市内の、感染症の指定病床は12床しかありません。で、すでにもう満床になっております。で、他の自治体の、病院や、あるいは陰圧がある民間病院にも頼んでいますけれども、大変な状況となっております。で、愛知県内はですね、藤田医科大学岡崎医療センターの方々で、症状がないということで受け入れたんですけれども、症状が出ておられる方々が2桁以上になっております。で、感染症対応のベッドの確保というのがものすごく課題になっております。で、厚生労働省の支援も重要だというふうに思いますけれども、総務省も特別交付税で公立公的病院の感染症病床を増床するために財政支援をするというふうに思い、しているというふうに思いますけれども、その点ご答弁いただきたいと思います。内藤自治財政局長。お答えを申し上げます。2月13日の新型コロナウイルス感染症対策本部において決定いたしました緊急対応策のうち、一部事業につきましては地方負担が見込まれることから、総務省としても地方団体の財政運営に支障が生じることのないよう、手厚い地方財政交付、地方交付税措置を講じることとしているところでございます。委員ご指摘の病床確保でございますけれども、有症患者が入院することができる病床整備にかかる備品購入につきまして、災害並みの国庫補助にかかる地方負担額の8割を、特別交付税により措置することとしているところでございます。本村君。はい、その特別交付税措置のですね、拡充も求めたいというふうに思いますけれども、今後ですね、新型コロナウイルス感染症患者の方々の増加が、検査をすれば、増えますから、増加するということが、見込まれるわけでございます。すでにですね、一般外来ですとか、あるいは入院の受け入れの縮小とか休止が、病院の中の、病院の一部で、出ている状況もございます。で、例えば愛知ではですね、発熱があるということで、相談をしたんですけれども、PCR 検査は必要ないというふうに言われ、そして病院からは、発熱があるからということを理由に入院を断られるという事例が発生をしております。で、先ほども、名古屋市内の病院で、新型コロナウイルス感染症が発覚したんだということを申し上げて、病院の機能が麻痺してしまったということを申し上げたんですけれども、そういうことを懸念をしてですね、発熱を理由に入院を断ると。それは新型コロナウイルスかどうかは別として、もう発熱で入院を断られるという事態になっております。で、医療を受けられない方が出ないように、入院が必要な方はしっかりと入院ができるようにですね、対策を国として取るべきだというふうに思います。で、例えばですね、愛知では国立の病院機構の病院で、現在、許可はされているけれども、稼働はしていないベッド、病棟がございます。これを活用することを求めたいというふうに思います。また、人員については、ナースセンターの活用や、他の医療機関からの派遣など、あらゆる手段を講じていく必要があるというふうに思っております。新型コロナウイルス感染症対策や、高熱などの方で入院先がないというようなことがないように、入院が必要な方が入院できるような体制を構築するべきだというふうに思いますけれども、これは厚生労働省、お願いしたいと思います。吉永大臣官房審議官。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、必要な方が必要な医療を受けられるということが大変重要だと思ってございます。このため、厚生労働省といたしましては、医師が必要と判断された方が着実に検査及び適切な診療が受けられますように、
国民の皆様に対しまして、分かりやすい相談受診の目安を取りまとめて公表いたしたり、あるいは PCR 検査が必要に応じ、着実に実施されるように、どのような方が対象であるのか、分かりやすい通知を発出しております。また、すべての都道府県での帰国者接触者相談センターの24時間対応、また、帰国者接触者外来につきましては、800以上の設置といった措置を講じているところでございます。また先ほど委員から名古屋の状況につきましてご説明ございましたけれども、2月25日時点でございますが、日本全国で感染症指定医療機関は551存在してございまして、2000を超える病床数を有してございます。この2000億のベッドの中で、空床、空きベッドにつきましては1300ぐらいあるところでございますけれども、こういったものの利用のほかに、緊急時には当該指定医療機関におきます一般病床の空きベッドが4000以上ございますので、こういったものを活用することで、現時点で把握しているだけでも5000以上の活用が可能になっているものでございます。この中にはもちろんご指摘のございました愛知におけます国立病院機構における病院も含まれているものでございます。引き続き国民の皆様にご理解ご協力いただきながら、必要な人が検査を受けられるような体制および医療提供体制の確保につきまして、人的な面も含めまして取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。本村君。国立病院の活用についてはいかがでしょうか。吉永大臣官房審議官。国立病院機構における病院の医療体制の確保につきましても取り組んでまいりたいと考えてございます。本村君。はい、これからまだ患者さんが増える可能性があるわけでございます。で、また高熱だということで入院が拒否されている現実がありまして、そういうことがないようにですね、やはりベッドを確保しなければならないというふうに思います。で、感染症の指定医療機関の一般病床、感染症指定医療機関ではない病院についても感染症対応ベッドを増やすこと、あるいは、体制の強化、機能の強化などハード面の対策が必要だというふうに思います。整備を行った場合はその費用を 100% 国費でも措置していくべきだというふうに思います。とりわけ厚生労働省からの要請で、ダイヤモンドプリンセス号などの患者さんを受け入れた自治体に対しては 100% 国費で感染症ベッドを増床できるようにすることを強く求めたいと思いますけれども、ご答弁お願いしたいと思います。吉永大臣官房審議官。お答え申し上げます。感染症指定医療機関につきましては必要な支援を行っているところでございますが、具体的には感染症指定医療機関の運営費といたしまして、空床空きベッドを活用するための費用でございますかとか、施設の新設増設に要する費用の一部を補助しているところでございます。補助率につきましては国2分の1、都道府県2分の1ということで10分の10の体制でやっているのが通例でございます。加えまして、クルー船、2月18日にクルー船において発生いたしました新型コロナウイルス感染症患者などにつきましては、感染症指定医療機関における感染症病床以外の病床、あるいは感染症指定医療機関以外の医療機関の病床を厚生労働省の要請を受けて確保した場合につきまして、当該病床を確保した費用につきましては国が全額補助をすることといたしております。引き続き我が国におきます新型コロナウイルス感染症の患者数の変化に速やかに対応できますよう必要な検討を行ってまいりたいと考えてございます。本村君。名古屋市、愛知県の事例ですね。連日感染症の患者さんが出ておりますし、ダイヤモンドプリンセス号の患者さんを受け入れたということで、ベッドも逼迫した状況があるというふうに思います。新型コロナウイルスの患者さんの命、あるいは新型コロナウイルスかどうかわからないけれども熱が出ているからということで病院に拒否されてしまうと、入院拒否されてしまうということであればですね、新型コロナウイルスと関係ない方も命を失う危険性もございます。厚生労働省と連携をしながら、総務省も、感染症対応ベッドの確保に早急に努めていただきたいというふうに思います。
そして公立病院改革ガイドラインについても、質問をさせていただきたいんですけれども、この間総務省はですね、自治体病院リストラに総務省もやっぱり動いてきたというふうに思うんですね。そういう中で、公立病院の数というのは96病院マイナス、ベッドの数は2万3595ベッドマイナスというふうになっております。で、夏までにこのガイドラインを新たに作るんだということ、見直しをするんだというふうに言っておりますけれども、この新公立病院改革ガイドラインの見直しは、一層の病院、病床削減を強要するものではあっては絶対にならないというふうに思います。また災害時や感染症の対策などもですね、しっかりと作るということを、ぜひ大臣に最後にご答弁をお願いしたいと思います。時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。高市総務大臣。改革プランの策定に、当たりましては、地域における持続可能な医療提供体制の確保のための取り組みであるということを、議会や住民の皆様にも十分、説明をして、地域の理解を得ながら、必要な改革に取り組むべきであると考えております。また、災害や感染症対策上も重要な拠点であるということは、たびたび申し上げております。ありがとうございました。